もアブニールの仕事を受けるわよ。準備はいい？ええ、バッチリよ。ネプチューノはどう？私もオールオッケーだよ。ナワールさんとネプネプ、なんだかとっても仲良しです。別にネプチューノとなんてなんともないわよ。またまた、ノワールったら照れちゃって。お前らか、ちょうどよかった。いきなりで悪いが、またお前らに武器のテストを頼まれてほしいんだ。ってことは、パワーアップが終わったってこと？昨日の今日なのに、随分と早いのね。ああ、お前らからのフィードバックを受けたら興奮しちまって、気づいたら朝だったんだ。アブニールの仕事のついででいいから頼むよ。ええ、いいわよ。じゃあ、改めてこいつを頼む。そんなわけで、またまたアブニールのお仕事を受けることになったネプコさんご一行は、町外れにある廃工場にやってきたのでした。はあ、相変わらずあなたは気楽でいいわね。記憶喪失だって人生何事も楽しんだもの勝ちだよ。たまにあなたの能天気さが羨ましくなるわ。それにしてもこんな廃工場の前に呼び出して何を考えているのかしら。お久しぶりです皆さん。今日もお仕事の内容の説明できました。ないんでしょ？そんなに忙しそうに見えますか？ここのところ週半分は休日なんですけどね。1週間の半分が休みなんて羨ましいです。我が社の仕事のほとんどは機械が自動でやってくれますからね。そのおかげで楽をさせてもらっています。さて、雑談はそれくらいにして本題の説明に参りましょうか。この施設なんですが、見た目以上に年数が経ってまして。それでそのいらなくなった施設で何をすればいいわけ？実は施設を引き上げる際に必要な資材の一部が取り残されたままになっているんです。今回はそんな資材の回収をお願いしたいのです。それだけ？なんだ、今回は簡単そうだね。しかし困ったことに、いつの間にかモンスターが住み着いてしまい、回収が困難になってしまったんです。なるほど、だからそこで私たちが必要になったってわけね。それでその回収しなきゃいけない資材ってのは何なの？話を聞く限りかなり重要なものみたいだけど。とある鉱石、そうですね、我が社ではラステライトと呼んでいる鉱石です。たった1グラムでゲーム機を1万年も動かせる、蒸気を逸したエネルギーを秘めた鉱石なのですが、最近はモンスターの増加も影響して採掘量が下がってきていまして。ねえ、ラステーションにそんなすごい鉱石あったかしら？ラステライト？私は初耳ね。私もそんなすごい鉱石があるなら私が知らないはずないんだけど。それは当然です。その鉱石とはここ数年で発見され、我が社が採掘を独占しているんです。その存在も社のため公にはしていません。ならさ、お仕事が終わった後にちょっとだけくれないかな。こらネプコ、何バカ言ってるのよ。だってアイちゃん、1グラムで1万年もゲーム機を動かせるんだよ。携帯ゲーム機に使えばいつでもどこでも電池の残量を気にせず遊べるんだよ。SCアダプターの呪縛からの解放だよ。欲しいのでしたら分けて差し上げますよ。
い。前回のあなた方の働きにより当初のスケジュール通り工事に着工できましたし、この功績のことを秘密にするという約束さえしていただけるのでしたら差し上げましょう。わーい、アブニールってあんまりいい印象なかったけど、ガナッシュのおかげで株が上昇中だよ。それは嬉しいですね。さて、時間ももったいないですし、早速お願いします。うん、大船に乗ったつもりでこのネプコさんに任せなさい。今にも沈みそうな大船ね。何？なんでいきなり入り口が閉じちゃうの？ちょっとガナッシュ、変な冗談やめてくれる？いやー、すいません、手違いで閉まっちゃいました。というのではなく、単純にこちらの都合です。あなたたちにはこの中でモンスターたちの餌食になっていただきます。それは一体どういうことです？ちょっと、なんで、どうしてさ、そんなことするんじゃ取ってきてあげないよ。この状況でどうしてそう間の抜けた発想につながるんでしょうね。ゲーム機が1万年も動く石なんて、そんなものあるわけないじゃないですか。まさか騙したのね。あなた、目的は何？あなたたちがパッセとかいう町工場の協力者であることは分かっています。大概我が社の仕事を受けることで博覧会の出展物に探りを入れ、あわよくば妨害が目的だったのでしょう。アイちゃん、全部バレバレだよ。まさかバレているなんて。我が社の勝利は間違いありませんが、何があるか分かりませんからね。障害となりうる目は早いうちに摘み取っておきたいわけです。それでは時間が惜しいので私はここで。待ちなさい、ガナッシュ。これはもうダメね。ご丁寧にしっかりとロックされてるわ。アイちゃん、私たちどうなってしまうですか？それはごめんなさい。こうなったのも全部私のせいだわ。私がアブニールの仕事を受けようなんて言わなければ、こんなことになって。もう、何みんなで神器臭い空気出してるのさ。そんなの私たちらしくないよ。まだここから出られないって決まったわけじゃないんだしさ、諦めないでみんなで出口を探そう。ネプチューヌ、あなた。そうね、ネプコの言う通りだわ。こんなに広い工場なんだし、きっとどこかに出口があるはずよ。誰があいつの思惑通り、おとなしくモンスターの餌になってあげるものですか。アイテム見つけ。修正功。私のターンね。うかつよ。
しても倒してもキリがないよ。無限リポップ反対。確かに、いくらモンスターの巣窟だからってこの数は尋常じゃないわ。もともと私たちの始末が目的だったみたいだし、アブニールがここにモンスターを集めたという線はどうかしら。けどこれだけの数をどうやってこの中に。あれだけのモンスターを捕獲して輸送するなんて、かなり前から準備していないと不可能じゃない？それもそうね。アイちゃん、アイちゃん、またまたこんなん見つけたんだけど、これってもしかして、もしかしたりするのかな。これってエネミーディスクじゃない？どこにあったの？あっちの部屋で見つけたんだ。あ、もしかしてお手柄ってやつ。だったら褒めてくれてもいいんだよ。あ、ご褒美にプリン10個くらいつけてくれてもいいかも。調子に乗らないの。ねえ、話の内容が見えないんだけど、そのディスクがどうかしたの？これ一見普通のディスクに見えるでしょ。けどこのディスクはモンスターを生み出す元になってるのよ。それって本当なの？だとしたら大発見よ。大発見なんです？ええ、下界、今私たちが住むこの世界にモンスターが急に現れるようになってから3年経つんだけど、どの国もモンスターがどこからやってきてどうやって増えているのか調査中なのよ。だったらさ、このことを全世界に公表すれば私たちって一躍有名人になれたりするんじゃない？連日テレビや新聞のインタビューが殺到して、そんでもって芸能事務所からスカウトなんかも来ちゃったりして、それでそれで俺に一生分のプリンがもらえたりするかも。十分に。ネプネプ、よだれが出てるですよ。このことラステーションの女神様、教会には伝えたの？その報告も兼ねて教会に行ったんだけど、ここは子供の来るところじゃないって門前払いにされたわ。そう。ところでさ、アイちゃん、このディスクどうするの？やっぱ前みたいにパリーンと割っちゃうの？そうね、このまま持っていてもいつかはモンスターが出てきそうだし、さっさと壊しましょう。普通行ったそばから出てくる？わわわわ、アイちゃんがフラグを踏んだ。しかもなんだかよくわからないのがいっぱい出てきたよ。さすがに一度にこの数を相手にするのは骨が折れそうね。ネプネプ、こういう時こそ変身です。任せてよ。ドン！最初から全力で行くわ。やっぱりこっちのネプネプはいつもより100倍くらい頼もしさが違います。来るわよ、みんな。生きて帰れると思わないことね。僕の刃よ。いった。で、決めさせてもらうわ。どうしてあげようかしら。せい！そこ！魔性煉獄！全然痛くないわ。どうしてあげようかしら。それ！それ！叩き込んであげるわ。決めさせてもらうわ。確実に仕留める。確実に仕留める。ニューアルアース。余裕ね。さっさと終わらせましょ。そこ
どうしたこれはご褒美よ。満足。さすがにこの姿でもこれだけの数を一度に相手するのは疲れるわね。おい、疲れた。ネプネプ、お疲れ様です。とってもかっこよかったですよ。そう？いや、そう言ってもらえるだけで変身した甲斐があるってもんだよ。コンパ、ネプコを甘やかすのもそのくらいにしときなさい。これ以上変に調子に乗られても困るわ。もう、MVP は私なんだから、アイちゃんも少しくらい褒めてくれたっていいじゃん。あ、私的には褒められるのも好きだけど、甘やかしてくれるのもまんざらじゃないかな。調子に乗らない。けどネプコのおかげで助かったわ。ありがとう。へへへ、アイちゃんにも褒められた。まったく、こういうところは子供なんだから。けどまさかラステーションのはこんなところにあるなんて意外だったわ。道理でモンスターが多いわけね。ならさ、アイちゃん、鍵のかけらもここにあるんじゃないかな。その可能性は十分あるわね。鍵のかけら？何なのそれ。ああ、そっか、ノワールにはまだ話してなかったね。ごめんごめん。こんな形のアイテムなんだけど、ノワールは知ってる？初めて見るわ。で、なんでこのアイテムを集めてるの？よくぞ聞いてくれました。実はイースを復活させて世界を救うためなんだよ。IF、 この子頭大丈夫？手遅れね。ちょっと二人して失礼だよ。さすがにこれは私も怒っちゃうよ。いかんのいいだよ。冗談よ。ネプコに代わって説明するけど、どこかにいるイストワールの封印を解くのに必要なのよ。イースンさんか。女神の私でも知らなかったことを知っているなんて、何者なのかしら。あ、ノワール、ブツブツ独り言なんてどうしたの？え？ああ、いや、ただの独り言よ。気にしないで。なんだ、てっきりノワールのことだから、この状況にビビりすぎて精神崩壊とかしちゃったんじゃないかって心配しちゃったよ。あ、お医者さんが必要な時はいつでも言ってね。きっとコンパが何とかしてくれるから。医者が必要なのはあなたの頭でしょ。まったく、なんでこんな状況なのにこんなお気楽なのよ。ノワールさんもすっかりネプネプと仲良しさんですね。わあ、私とネプテューヌが仲良しってそんなわけないでしょ。冗談言わないで。ガーン！うん、私的にはもうノワールとはお友達を超えて親友のつもりだったんだけどな。あ、もしかして私のことを親友以上に思ってくれてたり。ノワールがそんな人だったなんて、私としてはその気持ちは嬉しいんだけど、まだ出会ったばっかりっていうか、やっぱ女の子同士でそういうのは世間体もあるし、ちょっとけど、ノワールがどうしてもって言うなら、こっそりそういう関係でもオールオッケーだよー。バカなこと言わないで。誰があなたのことなんか好きなもんですか。またまたノワールったら。
自分の気持ちに素直じゃないんだかな、このツンデレさんめ。だからいい加減にしないと怒るわよ。あなたのことなんか好きどころか大嫌いよ。ああもう、なんなのよこの子。二人とも見てないで、なんとかしてちょうだい。やっぱり、ネプネプとのアールさんは仲良しさんです。昔からコンビを組んでいたお笑いコンビみたいに、ボケとツッコミがぴったりね。けど、休憩はそろそろ終わりにしましょう。続きはここを出てから、ホテルで好きなだけしなさい。お二人とも急に。違うわよ、誤解しないでよね。二人が想像しているような意味じゃなくて、その私たちが泊まっているホテルに戻ったら好きなだけおしゃべりしなさいって意味よ。決して二人が想像しているような意味じゃないんだからね。顔を真っ赤にしているアイちゃん、かわいい。ええ、とってもかわいいわ。はい、かわいいです。コンパまで、もう、みんなでからかわないでよ。ディスクも壊したし、こんなところさっさと脱出するわよ。まさかこんなところで、あんな可愛いアイちゃんを見れるなんて。ダメ元でも乗るだけ乗ってみるものだね。あ、ノワールもナイスパスだったよ。別にあなたのために振ったわけじゃないわよ。おやおや、じゃあ、あれはもしかしてノワールの。もう、すぐそうやって茶化すんだから、いい加減にして。ごめんごめん、つい面白くてさ。やっぱりネプネプとノワールさんは仲良しさんですね。我が手に集え、魔界の黒牢。どうしようかしら。やっ、この程度で私に。タラララタタタタラ。これなら私一人で十分ね。うかつよ、うかつよ。私の動きが見えるかしら。楽勝楽勝。我が手に集え、魔界の黒牢。もうバイバーイ。何するのよ。えい、リターン。待ってました。えい、これは痛いよ。さっさと終わらせましょう。私の活躍。
かしら、これ。何かしら、これ。悪いのよ。やっやっ、この間合いならネップネップにしてやんよ。そこブレイクブレイク、ごめんね、ごめんね、どうしようか。まっ、まだまだ強くなるんだから。愛ちゃん、出口まだ？もう動けない。私もヘトヘトです。また？こないだのモンスター退治もだったけど、あんたたち体力なさすぎよ。だってほら、私ってゲーム大好きなインドア派だし、森があるならぬ部屋があるってやつ？バカ言ってないで、少しはノアールを見習ったらどう？ねえみんな、ちょっとこっちに来てくれない？ノアールから呼ぶなんて珍しいね。どうしたんだろう？待たせたわね。どうかしたの？この壁のやつ、もしかしたらさっきあなたが壊したディスクと同じものじゃないかしら。嘘でしょ？同じ場所に2枚もあるなんて。っていうことは他にもたくさんあるってこと？プラネテューヌのは1枚だけだったのに、こっちの方が多いなんてルール違反だよ。通りでモンスターさんが減らないわけですね。こんなもの見つけていつまでも放置できるものじゃないわ。壊すわよ。ああ待てよ、アイちゃん。そのディスクを壊すならさ、私にやらせてくれないかな。ディスクって一回は割ってみたかったんだけど、自分のものだとなかなか抵抗があってやったことなくてさ。けどこのディスクならそこら辺抵抗なく気持ちよく割れる気がするんだ。パリーって。あのね、これは遊びじゃないのよ。けどかの有名な格闘家のなんとか三四郎さんって人も、真面目に遊ばない人には体で覚えさせるぞって歌ってるよ。だから遊び感覚でもいいと思うんだ。前々から思ってたけど、あんたの記憶喪失は時々疑いたくなるレベルね。ちょっと！どっちでもいいから早く壊しなさいよ！また何か出てくるわよ！ああ、もうここまで来ると、もう壊しても無理そうだね。顔っぽいのがもう出てるもん。なんであなたにはこうも緊張感がないのよ！ああ、もしかして私褒められてる？よく言われるんだよね、未来志向だって。褒めてないし、褒め言葉じゃないわよそれ。ネプコは早く変身して戦闘に備える。さっさとこんなモンスター倒してディスクを壊すのよ。ラジャー。アイちゃん、聞いて。どうしたのよ、改まって。私がモンスターを蹴散らすわ。だから次のモンスターが出てくる前にあのディスクを壊して。あんた、さっきまで壊したいとか言ってなかった？変身して冷静になったせいか、そんなこだわり冷めてしまったわ。今なんなのよ、あんたはもう。ネプネプは変身しても面白いですね。何この茶番。一筋縄ではいかなそうね。
よ。私の番ね。遅い。デュアルアース。さて、どうしてあげようかしら。体を叩き込んであげるわ。さて、どうしようかしら。うかつよ。トリコロールオーダー。これがいいのかしら。ダメ、もう抑えが効かないわ。相手は誰。せい。やあ、燃えなさい。さっさと終わらせましょ。やあ、いい加減にやられなさいよ。さて、どうしてあげようかしら。決めさせてもらうわ。やあ、デュアルアース。さっさと終わらせましょ。はっ、うかつよ。動きなくなればこっちのものよ。私の番ね。せい、せい。魔性煉獄。さて、どうしてあげようかしら。可愛がってあげるわ。ほら、これがいいんだ。さっさと終わらせましょ。レイシーズダンス。もう始めちゃっていいの。いい声で泣きなさい。あなた泣き。レベルアップで。この調子で。レベルアップ。気持ち。レベルアップ。レベルアップ。力ますます加速。これで最後。所詮数だけの雑魚ね。さすがネプネプです。かっこいいです。もう私にかかればこんくらい余裕余裕。それじゃ今のうちにディスクを壊すわね。ちょっと待って。あー、アイちゃんばっかりずるい。さっき私も壊したいって言ったはずだよ。あんたさっき熱が冷めたから私に壊しなさいって言わなかった。ほら、変身するとテンション下がっちゃうでしょ。いや、そこで私に同意を求められても。だからあの時はそう思ったんだけど、やっぱ戻ってみると再熱しちゃってさ。というわけで抜く。あ、もうキリがないから割っちゃったわよ。またモンスターが出てきても困るし。ドゥーン。あ、何よその目は。ふわー、ノワール、さすがにそれはないんじゃないかな。さすがに今のは空気が読めてないわね。私が悪いっていうの？悪いのは喧嘩してたあなたたちでしょ。だとしてもねえ。さすがにそれはないよノワール。だから友達がいないんじゃないの。別に友達くらいたくさんいるわよ。もう謝ればいいんでしょ。謝れば。アイちゃんも人が悪いですよ。いや、ネプコとノワールを見てたらつい楽しそうだったから乗っちゃったのよね。黙ってるけどどうしたの。うん、今更だけどちょっとガナッシュの狙いが気になって。
私たちを閉じ込めたこと？ねえ、本当に目的は私たちを始末することだけだったのかしら。モンスターのディスクがあったことといい、何か他にも狙いがあるような気がするのよ。単なる偶然なのかしら。他の狙いか。私の正体に気づいているような素振りだったし、きっと彼の本当の狙いは私。後でネプテューヌたちにはダステーションのゴタゴタに巻き込んでしまったことは謝らなくっちゃ。アイちゃんたら心配性だな。いくらなんでも深読みしすぎじゃないかな。無事出られたんだからそれでいいじゃん。今日はもうお仕事なんてやめにして、シアンのところでご飯にしちゃおうよ。まずいわ、シアンも危ない。アイちゃん、どういうことです？あいつが私たちを閉じ込めた時に言っていたことを思い出して。あなたたちがパッセとかいう町工場の協力者であることは分かっています。大概我が社の仕事を受けることで博覧会の出展物に探りを入れ、あわよくば妨害が目的だったのでしょう。アイちゃん、全部バレバレだよ。まさかバレているなんて。我が社の勝利は間違いありませんが、何があるか分かりませんからね。障害となりうる目は早いうちに摘み取っておきたいわけですよ。それでは時間が惜しいので私はここで。あいつは私たちがシアンの協力者であることを知っていたのよ。ならシアンも私たち同様に狙われる可能性があるわ。なんですと？それじゃあ急いで戻らないと。博覧会のために私たちだけじゃなく一般人のシアンも狙うなんて、どういう神経してんのよあいつは。もうこればっかりは頭にきたわ。ガナッシュもアブニールも絶対許さない。そんな企業修正してやるわ。ババ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 バ、ここに来てノアールがめちゃめちゃ怒っているけん。ノアールさん怖いです。そこ！ごちゃごちゃ言ってない！急いでシアンを助けに行こうよ！はい！街がめちゃくちゃです！これはさすがの私もトンビキってレベルだよ。ガナッシュのやつ、絶対に許さないんだから！お前ら来てくれたのか。シアン、無事だったの？ああ、なんとかな。それより、ここは危険だ。早く逃げろ。逃げろって、あなたはどうするのよ。教会に行って女神様に助けを求めてくる。きっと女神様ならなんとかしてくれるはずだ。だから、お前らも安全な場所に逃げるんだ。残念だけど、それはできないわ。そうだよ、私たちガナッシュには海よりもコントローラーのモルドよりも深い恨みがあるんだから。そういうこと。たかがアブニールの一人や二人、私たちで何とかしてみせるわ。ああ、いいぞキラーマシン、もっと壊せ。この性能ならクライアントにも高く売れそうですね。さあ、さらに出力を上げるぞ。お前の性能を見せてやれ、キラーマシン。これ以上あなたの好きにはさせないわ。おや、これはこれは懐かしい顔が。1、2、3、4。どうやら無事に抜け出せたようですね。あんな雑魚モンスターで私たちを倒せるとでも思ってたの？ずいぶんお花畑の頭をしてるのね。まさか、あの程度であなたたちを始末できるなんて思っていませんよ。けど目的の足止めはできたようで何よりです。おかげでほら、この通り
我が社の新兵器の素晴らしいデモンストレーションを行えたのですから。あなた、絶対に許さないわ。絶対に許さない？今のあなたに何ができるというのです？かつての権威もアブニールに奪われ、そして力もほとんどない。そんなわけ。しかし、それを一番わかっているのはご自身のはずでは？不在が長すぎたのですよ。責めるなら私ではなく、ご自身を責めてください。もはやこの大陸にあなたを信仰している人はほぼいません。ま、こちらとしてはそのおかげで乗っ取ることができたので感謝しているんですよ。これにはさすがのあなたも反論できませんか？で、な、権威や力がないから何だって言うの？ただあなたへの仕返しのためにここに立っていると思ったら大間違いよ。私はね、こんな私でも私を信じてくれている人のためにここにいるのよ。愛ちゃん、愛ちゃん、そろそろ喋っていいかな。私どうもシリアスで真面目な空気って苦手でさ。空気を読んでもう少しだけ静かにしてなさい。もう限界だよ。私って喋ってないと死んじゃうタイプなんだってば。それにこんなにシリアスな雰囲気が続いちゃう、そろそろ誰とかシリアスとか言われちゃう頃だよ。ネプネプ、静かにしないとおやつのプリン抜きにしちゃうですよ。それは困る。プリンのためなら死んでも頑張らないと。デトナルでうるさいわよあなたたち。静かにする相談で騒いだら元も子もないでしょ。もうせっかくいい雰囲気だったのに、どうしてくれるのよ。ネプネプのプリン、ボッシュートです。うわぁ、おやつのプリンがボッシュートされた。いい加減にして。今チャプター2で一番のクライマックスなのよ。それなのにあなたたちはもう。お友達とのお話はもうよろしいですか？これでも忙しい身でしてね。だったらすぐにそのガラクタをスクラップにしてあげるわ。それなら次の仕事にも行けるでしょ。ネプネプ、変身です。刮目せよ。今回ばかりは老いたが過ぎたわね、ガナッシュ。シアンたちの痛み、そのまま返してあげるわ。な、その姿はなぜこんなところに？あなたという人はなぜ敵であるはずのあの人と共にいるのです？言ったでしょ、私を信じてくれる人たちのためにここにいるって。そっか、アクセス。ノマール、あなた、その姿。細かい話は後、今はあのでっかいのを止めるのが先よ。油断はしない。本気で行くわ。私の番ね。何だって切り裂く。って、切らさせてもらうわ。確実に仕留める。もう始めちゃっていいの？いい声で泣きなさい。私の番ね。やあ、遅いって。死にたいのは誰なの？てもらった。さーて、どうしてあげようかしら。確実に仕留める。やっ、ね、死にたいのは誰なの？こいつの威力はどう？始めちゃっていいの？決めさせてもらうわ。そこ、
確実に仕留める。正面から切り込む。やっと私の番ね。もらった。フェンス、パラライズフェンサー。待ってました。直して痛めつけてまた直決めさせてもらうわ。確実に仕留める。思いっきり切り込めば。さーて、どうしてあげようかしら。直して痛めつけてまた直して。死にたいのは誰なの。もらった。しびれなさい。いいわ。まずはそう。私の番。確実に仕留める。燃えなさい。やっと私の番ね。復活アイテム希望な。こいつの威力はどう。やあ、パラライズフェンサー。まあ始めちゃっていいね。これを使ったらどうなっちゃうのかしら。てこいつの威力はどう。しびれなさい。待ってました。これを使ったらどうなっちゃうのかしら。こいつの威力はどう。パラライズフェンサー。さーて、どうしてあげようかしら。たまには道具を使うのもいいね。私の番ね。死んだかと思った。レイシーズダンス。さて、どうしてあげようかしら。まずソフトに。いい声で泣きなさい。私のターン。交代交代、急いで。やるじゃない。もらった。てパラライズフェンサー。で、やられたいの誰。ラッデルフェス。待ってました。直して痛めつけてまた直して。私の番ね。なんだって切り裂く。パラライズフェンサー。私の番ね。もらった。ソウルズコンビネーション。もう始めちゃっていいの。いじめがいがありそうね。まだよ、もっといくよ。たまにはこういうのも悪い。レベルアップ、レベルアップ。この調子でもっとレベルアップよ。まあ、私たちにかかれば楽勝ね。ところでガナッシュは。いないところを見ると戦いの最中に逃げたような。あいつ逃げ足だけは早いんだから。今度会ったらとっ捕まえてめっためたにしてやるんだから。それよりノワール、あなたその姿は一体。変身したネプネプにそっくりです。ああ、これのこと。実は私、ラステーションの女神なの。なんだって。まあちょっと訳あって正体を隠していたのは謝るわ。けど、それよりも今はお礼を言わせてちょうだい。あなたたちのおかげで勝つことができたわ。ありがとう。まさかノワールがラステーションの女神だったなんて。ネプネプが変身した時と同じくらいびっくりです。
私は気づいていたけどね。嘘！あなた本当に隠し通せてるつもりだったの？なあもう、せっかくかっこよく正体を明かしたのに台無しじゃない。そうだわ。ねえ、あなた私のこと知っているんでしょ？お願い、教えて。どうしようかしら。じらさないで、こっちは必死なのよ。どうせもうほとんど答えが出ているようなものなんだから教えてあげたら。アイちゃんはネプネプの正体がわかったですか？ええ、ノワールが変身した時にね。えって、ネプネプがもしかして、もしかするです。え、コンパもわかったの？私一人だけわからないなんてずるいわ。お願い、教えてちょうだい。やれやれ、仕方ないわね。ネプテューヌ、あなたはプラネテューヌの女神、パープルハートよ。マジ？ネプネプ、あまりの衝撃の事実に思わず素が出てるですよ。アイちゃん、どうしよう。私、女神だったわ。しかも、プラネテューヌの。それは分かったから、とりあえず変身といたら。そうね。この姿だと、リアクションも取りづらいし。いや、無理にボケのリアクションは取らなくてもいいのよ。なんていうか、本当に私でいいんですかって感じ。まさかネプコがプラネテューヌの女神様だったとはね。でも、なんで急にそんな展開になるです？だってネプネプは空から。空！？やっとその異常さに気づいたのね。空から降ってきたり、地面に刺さったり、変身したり。ズバリ、ネプコはおよそ人間らしくないのよ。いや、女神でも空から地面に突き刺さったら普通死ぬわよ。念のためにもう一度聞くけど、本当にプラネテューヌの女神が私でいいの？私でいいのじゃなくて、あなたが女神なの。もう何度も同じこと言わせないの。あ、けどここでハード戦争の続きをやろうっていうのはなしよ。今は工場や町の復興を優先させてもらうわ。とりあえず一段落したけど、シオンたちに正体を明かさなくてもいいの？まだ明かすタイミングじゃないわ。正直言って、アブニールに権威を奪われた今の状態で正体を明かしても、みんなを不安にさせるだけだわ。だから、もう少し自分なりに頑張ってみてから正体を明かすことにするわ。何か作戦でもあるです？そんなものないわ。けど、少しずつでもこの大陸に住む人たちのために尽くそうと思ってるわ。さすがラステーションの女神ブラックハート様は立派ね。様付けなんていいわ。今まで通りノワールとして接してちょうだい。その方が私も嬉しいわ。ちょっと緊張しますが、わかったです。そんなノワールに引き換え、ネプコといえば。ネプ、ネプ、よく寝てるです。よっぽど疲れたんですね。ちょっと邪魔するよ。シアンさんです。もう工場の方はいいんですか？ああ、お前らのおかげでだいぶ片付いたから、あとは明日だ。正直なところ、
工場はどうなの？もう完全お手上げ状態。もうほとんどがぐちゃぐちゃに壊されてたよ。そうですか。あれ？シア、いつの間に来てたの？ちょうど今来たばっかりだ。って、起こしてすまない。それで、あなたはどうするの？博覧会に向けて武器を改良するにも、肝心の工場があの状態だからな。ってなると、私たちの仕事も当分はなくなるわね。すまないな。なら、私たちは一旦プラネテューヌに帰ろうかしら。そうですね。お仕事もなく、鍵のかけらの手がかりもないんじゃ仕方がないです。そういうわけだから、預かっていた武器は返すね。博覧会が近くなったら寄ってくれよ。その時にまた武器のモニターをお前たちに頼みたい。それなら大歓迎だよ。その時は立派になったシアンの工場も見せてね。ほ、言ってくれるじゃないか。こいつ元通りの工場に戻してやるから楽しみにしとけよ。あなたは寝ていたから聞いていなかったでしょうけど、あなたたちが鍵のかけらを集めているように、私にもこの国でやらなければいけないことがあるのよ。せっかくのワールと友達になれたと思ったんだけどな。ネプネプ、わがままを言っちゃダメですよ。まだラステーションの鍵のかけらも見つかっていませんし、また来ればいいだけです。そうね、他の大陸に行った後にまた来ましょう。その時は喜んで歓迎するわ。あ、それとネプテューヌ、自分が女神だってことあまり公表しない方がいいわよ。他の国がどうかわからないけど、どの国もラステーションほどではないにしろ問題を抱えているって聞いてるわ。そうね、自らトラブルの原因にはなりたくないし、当分は女神であることは隠しておきましょう。もう、そんなの分かってるよ。博大館や越後屋を追い詰めた時に、世の顔を見忘れたかってセリフと一緒にバラせばいいんでしょ。じゃあ、私はもんどころを持って控えおろーってやるです。あ、それいいよコッパ。でもって、愛ちゃんがこのお方を誰と心得るって続くんでしょ。 IF、 こんなパーティーで大丈夫？大丈夫よ、問題ないわって言いたいところだけど、不安しかないわ。コンパの部屋は落ち着くな。ベッドもクッションもふかふかで、ゲームもたくさんあるし、何より冷蔵庫の中にはコンパのお手製プリンでいっぱい。なーに、新章早々だらけきってるのよ。何言ってるのさ、アイちゃん。ラステーションでめちゃめちゃ働いたんだから、少しくらいだらけてもいいと思うんだよね。少しと言い続けてもう1週間よ。少しは女神としての自覚を持ったら。もう愛ちゃんたら分かってないな。女神に戻るとコンパの手作りプリンを片手にぐーたらできないんだよ。だったらいつぐーたらするのさ。今でしょ。
のがプラネテューヌの女神で大丈夫なのかしら。ネプネプー、牛乳プリンできたですよ。待ってました、牛乳プリン、牛乳プリン。コンパもコンパでネプコを甘やかしすぎよ。それは分かっているんですが、ネプネプが美味しそうにプリンを食べてくれるのでつい。コンパー、この牛乳プリン口どけまろやかでとっても美味しいよ。おかわり、気に入ってくれて嬉しいです。おかわり持ってくるです。行った矢先にそれかい。まったくこの二人は。けどネプコの言う通り、妖怪に戻ったらどうなるかわからないし、だから今を楽しむのはあながち間違いじゃないのかもね。さて私はっと。ハイちゃん、何見てんの？それとも一人リバーシ？何よその痛々しいリバーシは。ただ女神様のブログをチェックしていただけよ。女神様ってブログやってんの？やっぱノワールも？女神様みんながみんなやっているわけじゃないわ。私が知る限りブログをやっているのはリーンボックスの女神グリーンハート様だけね。なんだ、ノワールがやってるんだったら今度会った時に恥ずかしい記事を目の前で読んであげようと思ったのに。あんたなかなかえぐいわね。でさ、そのグリーンハート様ってブログにはどんなこと書いてるの？やっぱ何行も開業を挟んだ痛々しい短文ポエムとか、一行だけのツイッターでやれ的な内容だったり。大陸を守護する女神様がそんな中二をこじらせたようなブログをやってるわけないでしょ。へえ、どれどれ。最近リーンボックスでもモンスターの被害が広がっています。国民の皆様もくれぐれも注意を。え？グリーンハート様はあんたみたいなチャランポランとは違うのよ。ほら携帯返しなさい。アイちゃん待って、ここなんか隠しリンクがあるよ。何バカなこと言ってるのよ、そんなものあるわけ。あった、早速入ってみようよ。あ、ちょっとネプコ。私の隠しページにようこそ。ここは私のプライベートな日記を書いていくページですが。だってグリーンハート様のプライベート日記ですって。ダメよネプコ、女神様のプライベートを覗き見るなんていけないわ。とか言いつつ、あいちゃん自分一人で見るつもりでしょ。私がグリーンハート様のプライベートを独り占めするような真似するとでも思ってるの？その露骨な動揺がどう見ても怪しいんですが。そんなことないわよ。とりあえず読み上げちゃえ。今週は新作のゲームを6本買いましたわ。はあ、どんどん積みゲーが増えていきますわ。え？昨日のは、今日は待ちに待った力女に送る鬼畜メガネツンデレセットの配送日ですわ。早く届かないかしら。ああ、これって確かオツメイトっていう乙女ゲーブランドから発売されている超高いグッズセットだよね。でもって、その前の日のはサーバーエラーで4女神オンラインがまともに遊べませんでしたわ。ハマジ、補填はよう。グリーンハート様って実はゲーマーだったんだね。ところでアイちゃん、ハマジって何ってアイちゃん。私の中のグリーンハート様のイメージが、もしかして理想と現実のギャップにやられちゃった？そうよ、
これはきっと庶民アピールするために教会の人が作ったページよ。私のグリーンハート様がこんなにゲーマーなわけがないわ。いや、この私が見るにこれは勝ちだね。勝ち、勝ちゲーマーだよ。いいえ、これは庶民アピールよ。じゃあさ、実際に会って確かめてみようよ。いいじゃない。もし違ったらネプコの1週間分のプリンもらうからね。望むところだよ。アイちゃんこそ1週間分のプリン用意しておいてよね。なんかすごい理由でリーンボックスに行くことになっていたです。